予定していた時間を超えちゃいましたので、ここで最後にもう一回ですね、テツさんにコールやってもらって、締めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ささやかながらのろしの代わりに、いや、のろし上げないとまずいですよ、本当に。なんでこんなに日本国中、日本列島の中、TPP の国内審議、ねえ、あ、国内批准に向けての国会審議始まったのに、なんでこんなに静かなんだよ。なんでマスコミもっともっと書き立てないんだよ。なんであんな小さい扱いなんだよ。あ、そして、ちょっと一つ言いたいこと、ちょっといいですか。一つ言いたいこと、ツイキャスの向こう側の皆さん、そしてユースの向こう側の皆さん、本当にこれだけ覚えておいてください。安保法制と TPP 同時期に来てるのはこれ偶然じゃないですよ。皆さん覚えておいてください。必ず戦争の後ろには経済があるんですよ。戦争の動機も原因も全て経済なんですからね、皆さん。そして強欲資本主義の侵略的経済活動があるところに必ず戦争があるんですよ。だから戦争に反対してね、安保法制に反対して TPP に反対しないというのは、戦争に反対して戦争の原因に反対しないということになってしまうんですよ。だから皆さん、本当に安保法制に反対したように TPP にも断固反対です。ぜひこー TPP 絶対反対、 TPP 絶対反対、 国内批准絶対反対、 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 これは
どうもありがとうございました。ここでですね、ちょっといくつかお知らせがありますが、その後、今